はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回は、リスナーさんから、希望があったんですが、ですね、ビールの飲み比べをね、してくれという、飲み比べっていうか、飲み比べちゃうわ。あれか。当てる?飲んで、キキビールをしてくれって言われたんで、今回4種類、用意しまして、一つが、アサヒスーパードライ。もう一つが、キリンのラガー。三つ目が、なんだっけ。サントリーのプレミアムモルツ。で、四つ目が、札幌の黒ラベル。この四つ、ね、用意しました。ですね、とりあえず袋の中に入れて、まあ、ね、まあ中身がわからないようにですね、まあ白い袋に入れてですね、で、目隠しをします。で、今回ですね、まあ、形状、缶の形状で、俺ぐらいになるとわかるんで、で、缶の形状が全く同じなの、やつをですね。まあ、プレミアムモルツ。普通のモルツにしようと思ったんですが、普通のモルツだと明らかにね、手触りで分かったりするんで。まあまあ、これでですね、飲み比べたわ。ね、していこうかと、思いますが、ということで、これ見えてんのかな?まあいいか、とりあえず、一つ、キキビールね、やっていきますよ。目が見えない。あれどこだ?あ?これどうなってるの?あれ、袋の中は?はい、この取ります。これ見えてんかな?ここら辺?これです。ね。それでは、飲んでいきますよ。いきますよ。うわ。よし。昔のね、スーパードライがね、あれなんですよ。缶のね、この上のあたり、ここら辺がね、段差になってたんですけど、今のね、スーパードライはね、全部この丸っこい、なってて、で、全部形状確認したんですけど、4種類とも全部形状が同じだったんで、この丸いやつね。なんで、多分大丈夫だと思います。形状は多分みんな一緒だと思います。それじゃあ、乾杯。あれ?これ俺、ちょっとまずいこと言ったかな。最初にスーパードライがうんちゃらかんちゃ言ったけど、これどう見てもこれスーパードライだな、これ。ん?スーパードライか。いや、スーパードライだな。これちょっと、なんか、疑惑あると思うんですけど。いや、ちょっとそれは最初に言っときたかったんですよ。これ多分スーパードライです。うん。この味、うん。この味はスーパードライだな。うん。まあ、4種類の中で、スーパードライに一番近いとすれば、いや、ないな。スーパードライは結構、わかりやすい味なんで。これはね、多分スーパードライ。多分ね。これ多分スーパードライだ。だいたいすぐわかるわ。さすがにね、ビール結構俺飲んでっからね。これ外すとね、本当に、あれなんですよ。多分スーパードライだと思うんだよ。でも、4種類の中でいくと、スーパードライに似てる、味で、似てるっつったらラガーぐらいだよな。味として。でも結構特徴あるからね、スーパードライ。それじゃあ2本目これです。いただきます。
ラガーではないな。プレミアムモルツか、黒ラベルか。これ黒ラベルかな。スーパードライではない。黒ラベルか、これ。これちょっとわかんねえな。あれ結構難しいぞ、これ。これなんだ？プレミアムモルツか。いや、ラガーではないのは確かだ。ラガーはここまで苦、もっと苦いはず。これ苦くないから、これ黒ラベルだな。うん。苦味ほとんどない。黒ラベル、多分。これ結構難しい。多分、プレミアムモルツか黒ラベル、どっちかだ。はい、3本目。これです。多分、黒ラベル。黒ラベル最近飲んでねえからな。どうだろうな。まあ、4本まだ飲んで。ん？あれ？なんだこれ？あれ？これ黒ラベルか。これ黒ラベルかな。あれ、これさらに苦くないぞ。あ、これ黒ラベルだ。これ黒ラベルだ。あ、ってことはこっちプレミアムモルツか？いや、ラガーこんな苦くな、苦く。あ、これラガーだ。これ多分ラガー。あ、よく、こっちに黒ラベルだ。うん。こっち全然苦くないもん。あ、これ黒ラベル。さっきのがラガーだ。あ、こんなあれだったっけ。あれ、おかしいな。これ多分、さっきのがラガーか。ああ。さっきのがラガーくせに。多分ね。結構難しい。最後、これ多分プレミアムモルツ。これプレミアムモルツじゃなかったとすると結構、あれだぞ。いただきます。え？あれ？嘘？あ、これプレミアムモルツだ。うん。ちょっとあれだったけど。まあ、プレミアムモルツだな、これな。よく考えてみると、この味は、プレミアムだな。うん。うん。一番やっぱり、わかりやすいのはスーパードライだね。明らかにあれスーパードライだわ。一番最初に飲んだの、すっげえわかりやすい。味がね、結構個性的。これ多分プレモル。でもこうしてみると一番このプレモルまずいな。これでプレミアムビールだもんな。これラガーではないだろ。で、明らかにね、すっごいね、3番目に飲んだやつがね、多分黒ラベルだと思うんだけど。黒ラベルがね、全然ね、風味が弱い。弱すぎて、なんか。これ多分黒ラベル。風味が弱すぎてね。うん。苦味も全然ない。
風味が弱いけど、うん、やべ、うん、待てよ。あ、なんか飲みまくってくるとよくわからなくなってくるな。多分あれなんだよな。最初に、まあ一番目は確実にプレミアじゃねえ、スーパードライ。二番目が、結構難しいな、これな。これ多分。あ、これやっぱ結構苦味なあるんで。これラガーだ。これ確定。二番目ラガー確定。三番目飲んだのが、三番目と四番目が結構難しいが、どちらにしろプレミアムモルツも両方3番目と4番目どっちもあんまうまくねえな。うん。まあ多分3番目あれだ。なんだ。黒ラベル。で4番目は、これプレモルだ。これプレモル。プレモルも言うてまずいな。これ本当にまずいわ、プレモル。普通のプレモル。全然うまい、うまいと思わんもん。まだこの黒ラベルの方がまだあれだよ。美味しいと思う。ということで、今まで今飲んだやつ、飲んだ、あれね、順番でいくと、1番目が確実にスーパードライ。2番目が、ラガー。3番目。が、黒ラベル。4番目、プレミアムルツ。これで確定です。ファイナルアンサーです。それでは、目隠し取ります。頼むぞ。あれ？あれ？これ当たってた？一番目スーパードライ間違いない。あれ？これ。あれ？これ合ってた？ちょっとなんか、順番なんか違くね？まあいいや、これ後で動画見返してみる。多分、大丈夫だと思う。多分当たってても、なんか嫌な予感するけど。多分この黒ラベルは当たってるわ。なんか今見たらさ、あれ？これマジ、外れてんじゃろうか？これラガーとプレミアムモルツ逆だったか。あ、なんか逆だったかもしれない。うん。まあいいや。とりあえずね。はい。ということで、正解かどうかは、俺が後で動画で確認します。それではお疲れ様でした。